デルムリン島に住む勇者に憧れる少年ダイは、育ての親の鬼面道士ブラスの下で魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣、ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い、偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは、偽勇者たちに騙されゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから無事にゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイをたたえ覇者の冠を授けるのだった。しばらくして賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お月の司教テムジン、賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに、当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは、己の欲からレオナを裏切り抹殺せんと画策する悪人たちだった。彼らの差し向けた魔のサソリを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威、キラーマシンでダイたちに襲いかかる。テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情とともに発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナは、ダイと再会の約束を交わし島を離れた。様々な事件を乗り越えたダイ。しかし平穏は長くは続かず、さらなる騒乱が待ち受けるのであった。いつものように島のモンスターたちと脳を駆け回っていたダイ。しかし突如としてモンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは、魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは、島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほう、邪なる威力よ、退け。魔法カトール。申し遅れました。私、アバンディ・ジニュアール3世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい。正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのが、この私、アバンディ・ジニュアール3世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから1週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、
厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど、真剣に修行に挑むダイ。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった魚眼を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行では、アバンの必殺技アバンストラッシュを得得するため、アバン流盗殺法の処方第一斬王もマスターする。そして修行開始から3日目。一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし私はある魔法で君を攻撃します。ですから君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、大君。ドラゴラム！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族ドラゴン、それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあ来なさい、ダイ君。やっ、さあ行こう。今日は厳しくいきますよ。うわあ、先生がドラゴンに！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族ドラゴン、それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあまずは肩慣らしといきましょう。まったくカッコ悪いですね。地震だ。いや違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが
波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか、魔王ハドラー。久しいな、勇者アバ。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、アマツさえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバン。その昔魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、イオラ。魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し、世界の暗雲を晴らしてやる。ベギラマン。何の真似だアバ。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするところ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ開発だ。凄まじい威力だ。以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ。知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ。俺はあるお方の力で再びこの世に蘇ったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは。大魔王バーン。貴様に敗れた俺を蘇らせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバンよ、覚えているか。15年前のあの戦いよ。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと。使い魔。貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。喰らえ、イオナズン！アバンストラッシュ！さすがはかつて我が命を奪った王儀、アバンストラッシュ。大した威力だ。だが
蘇った俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。け先生やめろ。そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ。貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？血？バカな！あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。その通り。いいことを言いますね、君は。大君。大丈夫ですか、みんな。よかった。ベリーナイスタイミングでしたね。敵は私の想像をはるかに上回る存在でした。今の我々の戦力では勝てません。だからこそ奴だけは、魔軍司令ハドラーだけは私がこの場で倒します。そして大君、ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。まさか先生死ぬ気じゃ。アストロン、これはアストロンじゃ。体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃を跳ね返してしまう高等防御呪文じゃよ。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。最後だなんて、やっぱり。先生、こんなのやだよ。俺も戦う、先生と一緒に。それはアバンの印、卒業の証だ。私が一人前と認めた生徒に渡すものです。大君、君は素晴らしい素質を持った少年でした。修行が3日で中断してしまったのは残念ですが、もしあと4日間続けていたら、君は間違いなく勇者になれたと思いますよ。だからこれを授けます。あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください。ポップ、やだ、いやだよ先生。元勇者だかなんだか知らないけど、なんでそんな無茶をするんですか。勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか。勝てない相手だからこそ命を懸ける必要があるのです。それにね、ポップ、やっぱり修行で得た力というのは人のために使うものだと私は思います。いつかあなたにも必ずわかる日が来ます。だからその時のために
これを預けておきましょう。先生。大丈夫、私は絶対に負けませんから。勝負だ、ハドラー。死ねー、アバーン。呪文？バカな、貴様の魔法力は尽きていたはず。この呪文はほとんど魔法力を使わない。その代わりに己の全生命エネルギーを爆発力と変えて敵を撃つのだ。まさかこの呪文は。やめろ、やめるんだ。死ぬぞ、貴様も死ぬんだぞ、アバン。それでいいのか。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。メガンテ。己の命と引き換えに仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは。アバン殿、あなたという人は。先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生。先生は。やはり衰えたわ、アバンめ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺すには至らなかった。これでもう恐れるものは何もない。魔王軍の天下だ。いまいましきアバンめ。貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら、先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。やっ、さあ行こう。アストロンを自力で破ろうというのか。アストロンを破った。小僧、焼け死ね。メラゾーマ。巨大こんな俺の炎が。おのれ、こうなったら我が剣で撃ち殺してくれるわ。
なんだこの力は。バカな。ドラゴンの紋章だと。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。図に乗るな小僧。メガンテで受けたダメージが大きいとはいえ、いかに相手がアバンの弟子だとはいえ、こんなガキに俺様が押されるはずはない。これくらいで負けるもんか。だあメラゾーマ、メギラマ、大丈夫か。じいちゃん、ゴメちゃん、ハドラは。残念ながら逃げ帰ったようじゃ。キメラの翼を使うのが見えたわい。先生、先生。行くのか、ダイ。うん。すまん、わしもついて行ってやりたいのじゃが、この島を一歩でも出てしまったら、わしは魔王の手先になってしまう。平気さ、じいちゃん。この島でみんなと待っててよ。
俺が必ず大魔王を倒してやるからさ。ポップは？泣き疲れてまだ眠っとるよ。よほどショックだったんじゃろうな。じいちゃん、ポップのこともよろしくな。うん。先生、待ってよ先生。俺を置いていかないで先生。ポップ、修行で身につけた力を人のために使うのですよ。先生、ダメだ。アバン先生。先生、ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。うん、まずロモスの王様に会いに行くよ。それからパプニカだ。じゃあみんな元気で。だーい、ふざけんじゃねえぞ。俺を置いていこうだなんて。ポップ、よし出発だ。